はい、どうもこんにちは、名古屋の伊藤です。さて皆様、本日2022年5月21日でございます。もうみんなね、今日何の日か分かってますよね。はい、本日はですね、星のカービィ30周年記念一番くじ発売日でございます。おめでとうございます。ぽよ、肘打ったというわけで、本日から全国のローソン、それから一番くじのオンラインかな、星のカービィの30周年記念一番くじが発売になりました。これがですね、本当は4月の何日だったかな、4月の20何日かに本当は発売予定だったんですけれども、世界中のね、物流の混乱で1ヶ月ぐらい遅れて今日になりました。で、これは一番くじの景品ではありません。これ30周年の記念グッズでもう買ったやつです。このカービィは本日の見届け人なんで、ここにもいててもらいますね。今回のカービィ一番くじの景品なんですけれども、 A 賞クリアダンスアラームクロック、これ時計ですね。 B 賞ティンクルアニバーサリーぬいぐるみ。 C 賞春風とともにマスコット、これぬいぐるみですね。 D 賞明日は明日の風が吹くガラスコレクションで、ガラスのグラスとガラスのお皿。 E 賞が記念デザインタオル。 F 賞キーモチーフチャーム、この思い出は忘れない。そしてラストワン賞がずっとベストフレンズ万年カレンダーというラインナップになっております。実は私、名古屋の伊藤はですね、一番くじというものを買ったことがなくてですね、今日初めて買いました。で、俺一番くじよく分かってなくて、発売日の朝の7時から販売になるらしいんですね。やっぱね、人気のある A 賞 B 賞とかは朝7時にコンビニ行ってもすぐたくさん買っちゃうっていう人がいるらしいです。で、俺完全に出遅れました。俺昼過ぎにローソン行っちゃったんですよ。そしたら A 賞 B 賞なくて、結構ね、名古屋市内のローソン結構回って探してまいりました。やっと A 賞が残ってるローソンを発見しましたので、そこで買わせていただきました。俺もこの A 賞のクリアダンスアラームクロック、これ目覚まし時計なんですけれども、カービィがゲームクリアした時に踊るダンス、あの音楽が流れる、これはもうぜひとも欲しい。でも B 賞のぬいぐるみもいいなと思ってね。さて、私、名古屋の人は果たして何が当たったのでしょうか、そしていくつ買ったのでしょうかっていうところまでね、やっていきたいと思います。さあ、じゃあ景品の紹介をしていきましょう。一番くじの景品紹介してる動画って見たことあるんですけど、下の方の章からね、皆さん紹介してるので、俺もそうしたいと思います。まずはこちらでございます。ズン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 、じゃーん、 F 賞のチャームが3つ当たりました。こんな感じの鍵の形をしたチャームになっております。カバンとかにつけるのにちょうどいいんじゃないでしょうか。サイズ感としてはこれぐらいの小さいサイズ、これ選べるやつなんですけど、これ俺が選んだのはこのハートがついてて可愛いなと思ったやつと、このかっこいいエンブレムみたいな形になってるやつ、それからこの羽みたいな形かっこいいなと思って、この3つ選ばせていただきました。それでこの F 賞なんですけど、これ一番下の賞じゃないですか。これプラスチック製なのかなってずっと思ってたんですけど、どうやら金属製です。一口650円なんですけど、650円の一番下の賞がこの金属製のキーチャームってね、素晴らしいですね。もう F 賞でも十分当たりでございます。もう素晴らしい、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、お次は何が当たったかな、何がいくつ当たったかな、何が当たったかな。 F 賞の上は、 F 賞の上は E 賞なんですけど、 E 賞をすっ飛ばして、すっ飛ばせませんでした。 E 賞のタオルが6個当たりました。多いんだよ。どうですか、これもなかなか可愛いですよね。カービィちゃんのハンドタオル、ワドルディのハンドタオル、これもカービィのハンドタオル、これ最新作、ディスカバリーのカービィとエフィリンが乗っているハンドタオル、これは8ビットの絵ですね、これのハンドタオルと、でこれだけハンドタオルじゃなくてロングタオルなんですけども、冒険の始まりっていうやつです。本当はロングタオルのカービィの絵が描いてあるやつが欲しかったんですけど、やっぱそれ選べるんで真っ先に出ちゃったみたいで残ってなかったです。ありがとうございます。さあ、ぽよちゃん、 E 賞の上は何が当たったかな。 E 賞の上は D 賞ですけど、 D 賞をすっ飛ばしてというわけにはいかなくて、D 賞当たりました。 D 賞が3つでございます。これも選べるやつですね、ワドルディのグラスとガラスのお皿を2つ選びました。で、グラスはね、やっぱグラスの方が人気があるのかなって感じなんですけど、カービィの絵が入ったグラスが残ってなくて、これ1個だけでした。ワドルディのグラスです。ちょっと開けてみようか。これワドルディの顔が描いたグラスが出てきました。
ちゃんとガラス製です。素晴らしい。これも可愛いよね。後ろにカービィ30周年って書いてあります。ガラスのお皿の方も開けてみましょうかね。せっかくなんでね。まだ俺これね、中見てないんだよ。おお、いいじゃんいいじゃん、はい、星のカービィ夢の泉の物語、ゲームのタイトル画面なのかなこれ。素晴らしい。こう少し湾曲したお皿となっております。はい、カービィと仲間たちが乗っております。可愛いキャラクターがいっぱい並んでます。これが D 賞でございます。これで景品12個紹介しましたけども、私名古屋ナイト実はまだ買っております。さて、この上は何が当たったんでしょうか。そしていくつ何が当たったんでしょうか。次はですね、ズン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 、師匠のぬいぐるみが3つ。これは灰色のカービィの、で顔がね、初期の頃のカービィですね。でカービィ30周年で書いてあるカービィがワープスターに乗っているぬいぐるみですね。それとこれね、これ最初は2つなのかなと思ったけど、これで1個です。これはカービィに座れようとするワドルディっていう、そういうぬいぐるみですね。で紐引っ張ったらね、じーって戻ってって動くみたいな、そういうやつ。ちょっとやってみようかね。こんな感じでカービィとワドルディがこれ紐でつながってます。これをじーって伸ばしておくと、ワドルディがカービィに座れるっていうものです。ブイーンって震えるのはこっちのワドルディの方ですね。ワドルディがちょっと悲しそうな顔してますけども、面白いなこれ。はい、これで景品15個紹介しましたけれども、実は私名古屋にとですね、実はなんとですよ、もうこの上ってなると B 賞と A 賞しかありませんけれども、なんとこれで終わりです。私名古屋ナイト、その A 賞が残ってるローソンでくじを15個買いました。でそこのローソンだけね、なんかやたらくじ残ってて40個以上はあったと思う、まあ、パッと見だけどね、まあ、俺が15個減らしたんですけど、そっからその景品が置いてある棚があるじゃないですか。そこの前でくじが減るのを待ってる人がねいたんですよ。やっぱその人もくじが減ったところで買って A 賞を狙ってるんでしょうね。で B 賞はそこの店にはなかったです。まあこれはくじだからしょうがないです。まあこれだけ可愛い景品がたくさん手に入ったんで、私は満足でございます。どれが一番気に入ってるかっていうと、これなんかマジ一番お気に入りかもしれません。あとはまあこれもいいよね、ブイーンって動くやつね。素晴らしい。もう一般的に全部いいです。もうカービィなんで全部いいです。カービィなんで、カービィは素晴らしい。カービィは正義です。これがくじを15個減らしたあのローソンでね、 A 賞を狙ってて待ってたあの男性はですね、果たして A 賞ゲットできたんでしょうか。できるといいですね。でその A 賞なんですけれども、今日発売当日です。今これ撮影してるのが3時過ぎかな、午後の3時過ぎ、3時半ぐらいなんですけれども、もうメルカリで A 賞がたくさん並んでやがんの、おめえらふざけんじゃねえよ。しかもそろ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 っていくつか売れてんじゃねえか、売るんじゃねえ買うんじゃねえよお前この野郎。もう買う人がいなければね、転売屋なんていう問題は起きないんですけれども、皆様できればどんなに欲しくてですね、転売屋からは買わないでください。もうそんなことをするやつらはね、このカビに座れてしまえばいいんですよ。もう座れたところでスカです。能力コピーできたところでもダメ人間とかね、そういう風になるだけですので、皆様お気をつけください。さて今年は星のカービィ30周年の記念イヤーなんですけれども、まあ、記念作品としてゲーム最新作でディスカバリーが出ました。ディスカバリーやりたいんだけどね、俺スイッチ持ってないのよ。スイッチ欲しいな。スイッチ買うのがね遠いんですよ。任天堂スイッチの有機EL モデルが欲しい欲しい欲しい。カービィ30周年で今年いろんなキャンペーンやってるんですけれども、夏8月にですね、カービィのミュージックフェスっていうのがあります。そっちのチケットはあれかな、販売開始しようとしてローチケで買えないからって、一回販売が延期になったのか、それとも再開したのか分かんないですけれども、ただそのフェスの様子はですね YouTube で生配信されますので、俺はそれを見に東京までにはさすがに行けないので、 YouTube で8月楽しみにしております。というわけで私名古屋ナイト、星のカービィ30周年一番くじで、本当は A 賞が欲しかったけど
CDEF 賞が当たりましたという結果でございました。どうもありがとうございます。以上、名古屋の伊藤でした。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。